こんにちは、山崎れなです。今回はクイズ作りを一から教わりたいということで、最近こう乃木坂の番組だったりとか別のライブの企画だったりとかで問題を作ることが多かったんですね。でも何もわかんないまま独学で作りすぎだなと思って、よりファンの方だったりとか回答者の皆さんに楽しく分かりやすくやれていけたらいいなと思うので、今回はプロの方にクイズ作りを教わることになりました。今回来ていただいたのは矢野亮平さんです。よろしくお願いします。お願いします。大尊敬している矢野さん、とんでもないです。来ていただけて嬉しいです。とんでもないです。矢野さんは、はい、その元々出身が競技クイズで、まあそうですね、まだ競技クイズっていう言葉がなかった頃。あ、そんなに。はいはい。高校生ぐらいの時からクイズがやられてて、はい、そうですね。でそこからこうクイズの出題者側に回るっていう。そうですね、番組の作り手の方に回っていく。そうですよね、うん、日本の今のテレビクイズ界のほとんどを関わってると言っても過言ではないと思うんですけど、まあ、僕のそうですね、後輩とか知り合いとか入れたらだいぶもらってきてるかもしれないですけどね。そうですよね、はいはい、そんな矢野さんに、はい、みんなで楽しめるクイズってどういう風に作ればいいのかっていうのを知りたくて、はい、ちなみにその山崎さんがイメージされてるその楽しいクイズはどういう場でどういう人に向かって出すイメージですか？はい、私ゆくゆくやりたいことが一個あって、はいはい、乃木坂絡みのクイズを今まで番組とか企画とかで作ってきたものがちょっとたまりつつあって、はいはい、でそれをいつか本にしたい。おー、なるほど。例えばライブの会場入りの待ってる時間とかに、はいはいはい、ファンの人同士で出してちょっとうんちくを語れるとか、うん、何かグループに興味を持つきっかけだったりとか、うん、あとはその乃木坂の今10年やってる歴史を知れるようになったりとか、うん、なるほど、っていう内容にしたいなと。はいはい、だとするとまず大前提はその情報自体が面白いかどうかですよね、うん、まずね、面白いか。はいはい、やっぱりクイズの問題って情報がまず面白いかっていうのと、うん、まあ、その面白い情報を面白く料理できてるか。あ、面白いかどうかの判断の基準って何ですか？それは多分、はい、なんか人に話してへーって言われたりとか、あ、エピソードとして面白いかみたいな。そういうエピソードを集めるときって、はい、矢野さんだったらどうしてますか？僕の場合はスクショですね、まあ、写真ですね、うんうん、それがその新聞とか雑誌だったり、はい、人のツイートだったり、はい、それは情報だけじゃなくても、はい、これはもう狩野英孝さんのエピソードですけど、その全然お金がなくて、はい、先輩におごってもらおうと思ってファミレス行って注文が来たから、あ、僕金ないっすって言ったらカレーライスが来たみたいな話があった。金ないっすとカレーライスが似てるっていう、さんみたいな、うん、ことがもしかしたら何かのクイズに使えるかもしれない。あ、どうやって使うんだろう。例えばじゃあ誰々さんの口癖はカレーライスですが、うん、インド発祥の料理でカレーライスっていう問題があったら、ちょっと楽しいクイズにはなるじゃないですか、はいはい、みたいな、ネタとして自分の中でストックしとくみたいな、うーん、っていうところはあるかもしれないですね。面白い。何が問題になるか分かんないですね。分かんないですね。じゃあ徹底的にもうインプットは日常的にずっと、うん、そうですね。あとこれは多分山崎さん大丈夫だと思うんですけど、クイズの問題のパターンってあるじゃないですか。はい、まあ、さっきのデスガ問題はデスガを使えば振り落ちが作れるとか、うん、クイズの出題パターンみたいなのはまあ、ある程度経験で、経験の部分をあ、それはも もういっぱい触れていくしかないです。でも逆に、いやでも山崎さんもだいぶ触れてると思うので、並列と、はい、そのデスガの対比と、はい、あとでも例えばテレビのクイズ番組で Q 様とか出てるなら徐々に分かっていく映像問題とか、あ、穴埋めとか、はい、まあ、いろんな取材パターン触れてると思います。確かに、はい、じゃあ本の前に、はい、プレとして、はい、こうホームページとかでやるとしたら、はいはい、謎解きも作れるっちゃ作れるんですか？謎解きも作れるんじゃないですか？え謎解き作ったことない。いや、それもアレンジしていくことだと思うんですけど、よくあるじゃないですか、イラストがあってそこにマス目があって
じゃあそのイラストが表す言葉を埋めていくんだなみたいな、で番号のところを拾っていくと言葉になるんだなみたいな。あ、はいはいはい。なんかそのちょっと例えば東大なぞトレの本がですね、多分10巻ほど出てるんですけど、それに書いてあります。みたいな問題があるとして、パキってことはないじゃないですか。ないですね。でもパキになるなと思うんだけど、でこれは何を表しているかで、これ石か、神かだと答えは神、神になっちゃったけど、神っていう答えができるみたいな。はいはいはい。例えばこれをメンバーの顔で、はいはい、ここにじゃあ四角があって、あ、名字かな、でも名字だと答えにならない、あ、ニックネーム入れればいいんだみたいな、そこにひらめけるかみたいな問題にするとか、この人とこの人の1文字目が同じなのかとか、はあ、ここが同じだぞ、はあはあ、でこの2人が同じ文字で同じ文字で始まる4文字の言葉で共通点ってなんだろう、あ、大阪と大分だとか、はあ、例えば、はいはい、みたいなことで、メンバーの知識を使ったこういうひらめきクイズみたいなのをアレンジすることもできる。おそれ素人どうやって作れるんですか。矢野さんはまず最初に何から始めました、はい、作文するってなった時に。あ、僕は一番最初は本屋さんで買った雑学本をクイズっぽい形にしてメモる、はい、え、例えばその江戸時代の金平糖のトゲトゲは36個が正式とされていたみたいな雑学が本に載ったら、もうその通り江戸時代金平糖のトゲトゲはいくつが正式とされていたでしょうみたいな。でそのうちテレビのクイズ番組の問題をメモるようになったんですよ。でメモっていくとだんだん文法が分かってくるんです。はい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 、確かに、うん、でそれをやっぱやっていくとクイズ文法が身についてくるので、目に入った知識がだんだんそっちに置き換わって綺麗な文章で作れるようになってくる。あとは46問とか100問とか、うん、まあ、何問かいっぱい作る中で、はい、比率、謎解きの比率と知識の比率、うん、エピソードの比率みたいなものをどのぐらい、はい、何対何対何ぐらいにそれはまあっていうのも、そうですね、まあ、実際その46問を並べてみてから調整っていうこともあるかもしれないですけど、うん、自分の中で大事だなと思ったのが、すごく古い話なんですけど、昔その日本テレビのアメリカ横断ウルトラクイズというどでかい番組があって、はい、その日本を脱出する時ってもうめちゃくちゃ朝早く起きて、でまず成田空港でじゃんけんをやって、で半分に落とされて、でそれで勝った人たちが飛行機乗ってグアムに行くんですけど、その飛行機の中で400問のペーパーテストがあるんですよ。で3択クイズ400問を40分で解いて、はい、上位何十人って人がグアムに降りれる、はい、でそれでダメだった人は同じ飛行機でそのまま日本に戻るっていうのが、まあ、定番でやってたんですけど、はい、その番組が始まった頃って、まあ、言うても朝早く起きて、はい、まだ朝ごはんも食べる前に、はい、緊張感の中じゃんけんやって、いやすぐ飛行機乗って、で400問じゃないですか、で揺れる飛行機の中で、でめちゃくちゃその気分悪くなっちゃう人とか出たんですって。過酷ですね。体張ってますね。体張ってますよ。へえ。で、とはいえ、じゃあ問題数減らせばいいかっていうわけでもなくて、その400問をやっぱやるっていう、まあ、インパクトも大事だから、っていうので番組のスタッフが考えたのが、10問に1問、変な問題を入れる。変な？急に、タバコに含まれる、物質の名前は、1コチン、2コチン、3コチンみたいな。何これ、なるほどシャレみたいな問題、はちょっと笑っちゃう問題というか、はい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 、を10問に1問入れることで気持ちがこうリラックスするというか、うわ、で楽しんで400問取り切るようになったらしいです。その工夫すごいなと思って、だから例えば今回で言えば途中でちょっと楽しい問題を入れたり、まあ、ビジュアルで目で楽しめる問題を入れたりとか、あ、はい、まあ、今いろんなパターンがあると思うので、うん、まあ、そういうのでちょっとゴリッと真剣にやる問題もあれば、ちょっと息抜きする問題もあるっていうのをうまくバランスできれば最後まで楽しめるんじゃないかなと思いますね、はい、
矢野さんだったら、うん、アイドルっていろんな要素があるじゃないですか、はい、例えば、まあ、曲とか、はいはい、衣装とか、うん、歌詞とか、はい、いっぱいある中で、うん、どういうところを問題にすると楽しくなるかなって思いますか。あ、そうですね、まあ、もちろんその考える良すががある部分っていうんですかね。あ、うん、歌もそのただの穴埋めじゃなくて、例えばそのただただサビの有名なところを穴埋めにすると知ってるか知らないかじゃない。そうなんですよ。でも隠すところがうまければ、例えば女の子がこういうところにいてこういうことを言ってるから、じゃあこの時に買ったものってこういうものかなって推測できるとか、はいはい、なんかそういうところをちゃんと穴埋めしてあげたり。あ、この歌詞のストーリーの中で秋元康さんが考えそうなフレーズを入れるみたいな、はい、でここにはまりそうな、じゃああで始まる、頭の一文字だけ出してあげて、あで始まるものってなんだろうとかね、なんかこう考えるヒント、手がかりみたいなのがちょっとこうちらっと見せられるようなところがなんかいいポイントかもしれないですね、クイズのネタにする。あ、なるほど、それ三択にして。これただまあ選択問題って難しくて、そうなんですよ。例えばさっきの歌詞の問題で言えば、自分で考えてこの文脈でハマりそうな食べ物って何だか、あ、アイスクリームがあるかって気づいた時が楽しいですよね。確かに。でも選択問題ってはめていくだけの作業だから。そうですね。だから選択問題って作りやすいし作りがちなんですけど、安易に手を出すと解いてる方の楽しさを奪ってることもあるんですよ、はい、どれが正解でもうわこれ面白いなとか、はいはい、だったり、まあ、さっきみたいにギャグになっててもう答え絶対2番だけど1、3面白いなとか、なんかそこがちゃんと楽しめればいいんですけど、うん、なんかストレートに出すのは難しいから3択にしてあげるっていうのだけが楽しいとは限らないっていうのはあります。ご自身が作った中で、はい、これいい問題だったなっていうのってありますか。これ99人の壁で、もともとその別のクイズ作家さんが出してきた問題は、リトルマーメイドのアリエルの体の色はある特徴的な名前が付けられていますと。この緑色のことを何と言うでしょう。でもアリエルグリーンという問題があったんです。そのアリエルの体のために作られた色らしいですね、アリエルグリーン。でもそう出すよりも、じゃあ問題ですと、ビジュアル問題ですと、徐々に見えてくるこのキャラクターは何でしょう。で問題がバンって出たらその色一色が出る。ほう。で最初えってなるじゃないですか。でも引いていけば徐々にアリエルの体が分かってくる、うん、だけどアリエルグリーンのことを知ってる人はその一瞬放送事故みたいな画面一枚出ただけでアリエルって分かる。へえ。アリエルグリーンだからこれ全部、そのただのアリエルグリーンの知識を問う問題よりもそういう出し方をした時に雑学も知れるし、その答えた人の凄さもより強調できたんですよ。へえ。だからその出し方がにできたのは良かったなと思うんですよね。今まで自分が作った問題どんなだったんだろうな。ああ、そうですね。アンダーライフクイズ。ああ、なるほどなるほど。例えばこのグッズのただの値段問題を算数みたいに出すみたいなのは、はい、こういうのは面白いと思います。あ、よかった。はいはい。こういうアレンジだと思います。ただのなんか値段当てとか、なんか数の問題も、たかしくんがっていう、あえてこうやることで、こうちょっとこうパロディ感が出るというか、でそういうのもありますしね。まあ基本的にはでもこう、まあ、こういうことだと思いますよ。うん、そのあとはだからここからさらに味付けをしていけるかっていうことかもしれないですよね、うん、例えばこのアンダーの楽曲にある数学記号の名称がタイトルになってる楽曲って、不等号です。そうだったらこれ例えば感謝祭だったら、はい、まずはこちらお聴きくださいって曲をかけて、この曲のタイトルはどれでしょう、レディーゴーで不等号かなと思ったら記号で出されて、わ不等号ってどの記号だっけってクイズになると思う。はー、確かに記号で出せばよかった。はい、不等号の記号自体がどれだっけって思わせるので、もう一段ドキッとさせるみたいな、はあ、みたいなやり方はありますね、はあ、この曲のタイトルにもなっている数学記号の正しい表記はどれでしょうみたいなってことですよね。っていうのが硬い問題の出し方ですよね、うん、はいはい、でもこの曲のタイトルはどれでしょうでいいんです。もっとザクッと、もっとザクッと、はい、結果この中のどれが正解だから問題文でいろんな言い過ぎなくていい。はあ、もう選択肢の問題の時は極力答えを短くするという。例えばじゃあ次のうち正しいセブンイレブンのロゴマークはどれでしょう、はい、でもこれなんかも今すごく丁寧に言いましたけど、はい、セブンイレブンはっていいんですよ。
へえ。でポン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 って出た時に、うわこれどれだっけってもう見りゃ分かるから、ああ意図してることが、はいはい、あちょっとだけ丁寧にするとしても正しいセブンイレブンはぐらいで、あでドンって選択肢が与えられたら何を答えるべきか分かりますね。そうですね、逆に選択肢を見た時にうわなるほどそういうことかっていうリアクションが欲しい、わーそれ欲しい楽しい、はい、問題文聞いた時にああなるほどそれを通るね、でそこでね腹くくられちゃうともうあと見るだけってことですね。それ楽しい、なんだわそういうことかっていう方がいいので、選択問題の時は言い過ぎない方がまあ楽しいと。ということで、はい、クイズ作りのイロハを教わったところで、はい、目指せ書籍化ではあるんですけど、はいはい、まずは46問作って、うん、ウェブに掲載して皆さんに解いていただくっていうことをやろうと思ってます。卒業717で、うん、絶妙にあと3週間ぐらいしかないんですけど、ですね、1ヶ月切ってますね、はいはい、暑い夏になりそうですね。暑いです楽しみにしてます、頑張ります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。